井孝宏です。どうも桜井さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 A 型です。それでは血液型男子 B 級ラジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。血液型といえば占いに使われることが多いんですが、ね、お二人はニュース番組や雑誌の占いページなどはチェックする方ですか？僕は朝のニュース番組の占いコーナーを見ることが多いのですが、最下位だと朝からテンションが下がるので、上位2位まで発表されて、自分の血液型である A 型がランクインしていないと、すぐにテレビを消してきっと3位に入っているんだとも追い込んで、出かけていきますと。何可愛いこと言ってんの。そうすれば A 型が最下位になる日がなくなるんですと。ね、そんなな、そんなことないよ。最下位は最下位だよ。もう山手線とかにね、こう出ちゃうからね、モニターとかにね、関東はね、はい、このお二人、私たちね、僕たちなんですけれども、この方法を、試してくださいって言うんですけれども、どうですか。俺占いとかあんまり本当興味なさそう。あのね、いいものはやっぱりイエーイなんて言うけども、あんまり覚えてられないし、なんか占いってさ、占いに決められちゃう気がするんだよね。はいはいはい、左右されたくないんですよね、その日のなんかテンションと。なんとなくね、でも意外にテンション左右されますよね、高橋さん多分見て。あ、それが嫌だからじゃないですか。でもどっちかっていうと、はい、最下位とかなると、ってなるから、ほらほら、みたいな、お前が決めんじゃねえよって。なんなん、俺誰だと思って。俺の名前を言ってみろみたいな。うわあ、始まった。なんかいろんな作品がコラボし始めてるんですけど。なんかね、はい、いや、いいものは信じるっていうか、いいものは参考にする、なんかさ、はい、悪いことがあるとそれを見つけようとしちゃうからね、一日の中に、あー、あれあったなとかって。俺その作業があんまり好きじゃないから、血液型だけじゃなくても、そのいろいろ星占いとかもいっぱいありますけども、占い全体通して、あんまりそういったものにとらわれないようにってことですね。なんとなくその、やっぱそれこそ電車乗ってても最近見えちゃうから、見たりもするんだけども、へえなんて思うぐらいで、だって、今日の、なんだっけ、今日の、俺、双子座なんだけども、A 型とか双子座の最下位、まあ、最下位、運勢最悪みたいなこと言われて、ラッキーアイテムはビキニって言われた時に、もうどうしていいのか分かんないと思って、つけるわけにもいかないし、見に行くっていうのも難儀だしなとかね。それどこで見たんですか？それは山手線。山手線、もう、女性メインの時間帯になってるんですよね。そうなんだろうね。そうですよね。ビキニって、とか。ビキニ、まあ男性用のビキニもありますから。まあ、ないことはないけどもね。なんかちょっとね。いや、ぜひ。書いてもらって、ね、メールやったら見たらんかいみたいなやつ。いや、ちょっと本当、ぜひマイク前で。アホか。くださいよ。いやいや。